中でも空いたのかしら。しょうがないわね。今日は機嫌がいいから、とっておきのごちそうを作ってあげるわ。楽しみにしてなさい。あら、今の見ました奥様。ミル師匠ったら満面の笑顔ですわよ。見ましたわ。本当にプリのことを可愛がっているんですのね。ほら、そこ。当然のように部屋にいるんじゃないわよ。ごめんなさい。師匠とお茶しようと思ってきたんですけど、ちょうど面白い。こう、変わった場面に出くわしたもので。私の胸に